リチャード・マニング・カープは、計算機科学者にして、計算理論家であり、計算理論の研究で知られている。カリフォルニア大学バークレー校に在籍。ボストン生まれ。定前が3人いる。ハーバード大学で1955年に学士号、1956年に修士号、1959年に応用数学の博士号を取得した。 その後、IBM のトーマス・ J ・ワトソン研究所に勤務。1968年、カリフォルニア大学バークレー校の計算機科学、数学、オペレーションズリサーチに関する教授となった。4年間だけ、ワシントン大学で教授を務めたが、それ以外は常にバークレーに留まっていた。1988年から1995年までと、1995年以降、 バークレーの国際計算機科学研究所の研究員も務め、2012年現在は同研究所のアルゴリズム部門を指揮している。カープは情報工学とオペレーションズリサーチに関わる組み合わせ最適化について多数の重要な発見をしている。彼の最近の研究テーマにはバイオインフォマティクスも含まれる。1971年、ジャック・エドモンズと共同で ネットワークの最大フロー問題を解くエドモンズ、カープアルゴリズムを開発した。1972年、計算複雑性理論における重要な論文、リ y a ースアビリティアマングコンビナトリアルプロ l レムズを発表し、その中で21の問題が NP 完全であることを証明した。1973年、ジョン・ホップクロフトと共同で、ホップクロフト・カープのアルゴリズムを発表。 これは二部グラフの最大マッチングを求める最速の技法である。1980年、リチャード・ J ・リプトンと共にカープ・プリプトンの定理を証明した。この定理は多項式庫の論理ゲートを使ったブール回路でサットが解けるなら、その多項式階層が第二レベルに折りたたまれることを証明したものである。1987年、マイケル・ラビンと共同で、 ラビンカープ文字列探索アルゴリズムを開発したチューリング賞受賞理由は以下の通りありがとうございます。